先輩、あれ見ました？そこでやってるサーカスだ。ああ、見た見た。全然期待してなかったけど、案外面白かったよ。虎の玉乗りとか初めて見たわ。ただ、あの団長にはいまいち懐いてなかったな。最後の方なんて虎に無視されてたし。あのサーカス団、結構評判いいみたいだな。団長は相変わらずのようだ。まあ熊の時もそんな感じでしたよ。そろそろ終わるみたいですし、最後にもう一回くらい見ておきたいな。休憩行ってきます。おい、持ち場離れる時はショベルのエンジン切ってけっていつも言ってんだろ。すぐ戻るんで大丈夫ですよ。どうせろくに休憩時間ないんだし。たく愛想のねえ。ああ、いつものことですよ。それより俺らも休憩行きましょう。腹減っちゃいました。だな、カツ丼でも食いに行くか。そろそろサーカス終わるのか。後で俺も顔を出してみるかね。お、なお、ありがとうございます。お、おい、はい、おい、お、はあ、確かこっちに来たと思ったんだけど。どこ行った？
そこだ。クララちゃん戻ってきて。おいおい、まさかあいつ。このままでは私たちまばら。そんなこと言っても。私の番です。してみろ。やめるな。セールこいつでどうだ。俺の番だな。ザコが痛い目に合わせますよ。ぶちかますぜ。おっしゃ。おい来た。やるか。やめんな。するかね。私が相手です。やってやろう。ダメだよ。やだよ。さて。くらえ。苦しいか。タイミングに合わせますよ。やめんな。俺の番ね。かかってきなさい。やってみろ。してみろ。タイミングに合わせますよ。なめんなよ。逃げるなら今のうちだ。行くぜ。で今来いよ。私の番です。セール。プレゼントだ。ちょっとしんどいでみろ。私が相手で。よっしゃ、行くぞ。ほら、もう生きた。やるか。なめんなよ。見てろよ。痛い目に合わせますよ。直してやるからな。ありがとよ。だってくらえ。苦しむがいい。しねえとな。かかってきなさい。してみろ。私が相手で。やんのか。やってやろう。この俺が相手になってやるぞ。逃げるなら今のうちだ。お？立て直さねえと。私の番ですね。セール。プレゼントだ。
ほら来いよ。私が相手で、うん、かかってきなさい。やめんなよ。やんのか。行くぜ。さあ来てみろ。苦しむがいい。ちょっとしんどいな。痛い目に遭わせる。よっしゃ、やってみろ。おい、来た。ほら来いよ。私が相手です。やってやるぞ。じゃあ、やるぞ。逃げるなら今のうちだ。やってやろう。やめんなよ。任せますよ。私の番です。せー、プレゼントだ。俺の番だな。離すぜ。安田団長、クララは捕まえました。ちょっと疲れてるみたいですけど無事です。そうか、しかしこんな騒ぎになっちまってどう収拾をつけたらいいんだ。おい、見たかよ今の。すげえパフォーマンスだったな。え、これってサーカスでしょ。ショベルカー乗りますチンパンジーと、それに立ち向かうテンパって斬新だな。ドキドキしながら見ちゃった。あの炎もすっごい迫力。で、よろしければ見ていってください。へえ、今度はステージでショーをやるんだ。またあんな迫力のやつ見られるかな。ちょっと行ってみようぜ。くったくった、ぼちぼち作業の続きをするか。あ、なんじゃこりゃ。今日は本当に助かりました春日さん。お礼の気持ち受け取ってください。頼むからこんなことはマジでこれっきりにしてくれよ。今度ばかりは死ぬかと思ったぜ。はい、春日さんには感謝してもしきれません。あ、この感謝っていうのは何度も助けていただいたからというだけではなくて、お、ここ数日私は春日さんのおかげで今まで見たことのないお客様の表情をたくさん見ることができました。長いことこのサーカスをやってきてはいましたが、それは動物の玉乗りや輪をくぐるとかどこかで見たことあるようなものばかりだったので、普通のサーカスの域を超えられなかったんですよね。お客さんも笑ってはいるけど心を揺さぶることまではできていないって内心感じていたんです。安田団長、ここに来てクマ・トラとの激戦、そしてショベルカーとの燃えるような死闘、どれも手に汗握るシーンの連続で見ている人の目は釘付けでした。スリル、驚き、興奮、喜び、この全てが詰まってこそ感動体験なんだなって感じたんです。私はこれからも来てくれたお客さんたちにこんな体験をさせてあげたいって思いました。そうか。そこで降りてお願いがあるのですが、ぜひうちのサーカス団に入っていただけませんか。な、何？俺がか。はい、春日さんとうちの動物ちゃんたちがタッグを組んだらきっと最強です。日本一のサーカス団だって目指せますよ。いや、俺はあれだったらショベルカーとかも頑張って用意します。ローンとか組んで、あ、ダンプカーの方がいいですかね。いやいや、どっちもいらねえ。っていうか俺はサーカスやらねえよ。
まあまあそう言わずに、可愛い動物たちと一緒にサーカス界のてっぺんを取りに行きましょうよ。いや、本当もう動物は勘弁してくれ。あ、待ってくださいよ、春日さん。